はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナル日産スカイライン GTR V スペック2ニュールを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナル日産スカイライン GTR V スペック2ニュールです。ボディカラーの方はガンメタというよりはゴールドのメタリックに近いような塗装になってます。すごく光に当たるとキラキラしててかっこいいね。フロントの方から見ていくとこんな感じだね。中央の部分には GTR のエンブレムがプリントされてます。でヘッドライトの部分はクリアパーツになってます。でさすがトミカプレミアムっていうだけあってグリル周りもすごく細かいね。でボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。この部分にはしっかりとエアフローの部分も作られてます。でこのままルーフの方を見ていくとこんな感じになってます。助手席側はこんな感じだね。この部分に小さくだけど GT ってプリントがされてます。やっぱり R34 のボディラインっていうとちょっと角張った感じでかっこいいね。フェンダーの部分も張り出しがあってかっこいいです。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。中央の部分には日産とスカイラインってプリントがされてるね。 GTR のエンブレムもしっかりとプリントされてます。ナンバープレートのところもしっかりとプリントされてるね。でマフラーの部分はシルバーの塗装になってて、テールランプの部分はレッドの塗装になってます。結構リア周りは盛りだくさんだね。で運転席側を見ていくとこんな感じだね。基本的に助手席側と同じデザインになってます。でルーフの部分を見ていくとリアウィングの部分は樹脂パーツにボディカラーと同じ塗装がされてるね。上の方を見ていくとこんな感じになってます。内装の方はこんな感じだね。ちょっとブラックで見づらいけどダッシュボードとかシフトノブのあたりもしっかりと作られてるね。運転席側から見るとこんな感じだね。バケットシートの感じもかっこいいね。でタイヤの部分はサスペンションがついてます。でホイールの部分もしっかりと作られてかっこいいね。でアクションの部分は左右ドアの開閉だね。で後ろの方を見ていくと日産スカイライン GTR V スペック2ニュルの2014年のシャーシーになってます。でこうやって見ていくと R34 の GTR っていうとちょっと角張ったボディラインだね。そういう感じがかっこいいね。でフロントの部分の作りも重厚感があってリア周りもしっかりとプリントがたくさんされててかっこよかったね。かっこいい一台になってると思います。でこのモデルに近いようなタイプがあったからもう一つ見てみようかな。はい、同じ車種の R34GTR を2台並べてみました。でこのブルーのモデルはイニシャル DBNR34GTR のパープルシャドウだね。で今回紹介したタカラトミーモールオリジナルの GTR だね。ドリームトミカとトミカプレミアムだからちょっと違いはあるかもしれないね。その辺ちょっと見てみます。フロントの部分を見てみるとこんな感じだね。どちらのモデルも中央の部分には GTR のエンブレムがしっかりとプリントされてます。ヘッドライトもクリアパーツにしっかりと両方ともなってるね。エアロの部分とかグリル周りは同じように見えます。で横から見てみるとこんな感じだね。やっぱりトミカプレミアムの方が細かなプリントで GT ってここにプリントされてあったり、ホイールの部分もしっかりと作られてるね。この辺は結構ドリームトミカとトミカプレミアムでの違いかな。結構このホイールだけで印象が違うね。でリアの部分を見てみるとこんな感じだね。
やっぱりトミカプレミアムの方がたくさんプリントがされてるね。細かなマフラーのところの塗装もシルバーでされてます。ちょっとドリームトミカの方は寂しい感じがあるね。だけどボディの形はどちらも共通のようです。シャーシの部分を見てみると、日産スカイライン GTR V スペック2ニュル2014年だからどちらも共通になってるのかな。こうやって比べてみると、トミカプレミアムとドリームトミカだと形はどちらも同じなのかな。やっぱりトミカプレミアムのホイールとか細かなプリントとかしっかりされててかっこよかったです。でもこのイニシャル D のドリームトミカはトミカプレミアムに負けないぐらい頑張ってるトミカだね。こちらのイニシャル D のドリームトミカは前回レビューをしたので、そちらの方はリンクからご覧ください。箱の方は正面のパッケージに GTR のイラストはね、この部分にタカラトミーモールオリジナルのプリントがされてます。で、側面の方はこんな感じだね。で、この部分に日産のライセンスがプリントされてます。で、後ろの方はこんな感じになってます。はい、今日はトミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナル日産スカイライン GTRV スペック2のニュルを紹介しました。で、今回紹介したこの GTR のこのモデルは結構発売されてから年数が経ってるね。フロントの部分とかリアの部分とかホイールの部分もしっかり作られてるね。今見てもかっこいい一台だと思います。で、今回はタカラトミーモールオリジナルを紹介しましたが、このモデルは通常ラインナップ品でも発売されてるね。ボディカラーの方は隣にあるブルーのような感じのカラーリングになってたと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。